ソ連8月クーデター。ソ連8月クーデター。ソ連8月クーデターは、新連邦条約の締結を翌日に控えた1991年8月19日に、ソビエト連邦のモスクワで発生したクーデターである。ソビエト連邦を構成する15の共和国の権限を拡大しようとした、改革派のミハイル・ゴルバチョフソ連大統領に対し、 ゲンナジー・ヤナー・エフソ連副大統領らし休派が、クーデターを起こすが、ボリス・エリチン・ロシア共和国大統領を中心とした、市民の抵抗により失敗に終わり、逆に、ソ連崩壊を招いた。現在のロシア連邦成立に至ったため、1917年に、ロシア帝国で起きた2月革命、1917年3月12日や10月革命、 1917年11月7日になぞらえて、ロシア8月革命と呼ぶこともある。別名、8.19クーデター、8月19日の、政変。ゴルバチョフの三代前の初期長、レオニード・ブレジネフの政策は1970年代、後半以降徐々に破綻をきたし、中祖関係や米祖関係のさらなる悪化を招いた。特に、米関係は1979年の、 アフガニスタンへの軍事介入で決定的に悪化しソ連崩壊の永遠となる。こうした状況の中で1982年にブレジネフが死去した。その公認となったユーリ・アンドロポフも病弱であったため1年半後の1984年に死去した。さらにアンドロポフの後を継いだコンスタンティン・チェルネンコが初期長となったがチェルネンコも病弱であり初期長就任の 翌1985年に死去した。こうした中で54歳だったゴルバチョフが初期長となった。ペレストロイカとクラスノスチは成功したものの、経済政策は主級派との対立で次第に行き詰まっていった。経済政策の行き詰まりの原因は、実はアメリカ合衆国にあった。レーガノミックスによる世界規模の資本の移動とカワセレートの急激な変化に対し、 共産主義経済は弾力的に対応できなかったのである。またに聞いたフルシチョフ時代には夢の科学先進国ともされていたソ連だったが戦争勝利と主言投入によって得た技術的優位はこの頃にはすっかり失われ民間需要による技術開発がなされなかった結果日本やアメリカと比べると10年から20年は遅れている西側ではどんな貧乏人でも買えるような カセットテープレコーダーがソ連では高級官僚ですら入手不可能だったという無残な現状となり、もはやソ連が世界経済を左右する力を持ち得なかった。ゴルバチョフはヨシフ・スターリン以来の硬直した計画経済を是正ることでソ連経済を立て直そうとしたものの西側に優和的なゴルバチョフの政策は祖国を売り飛ばす行為として 旧来の経済政策を継続しようとする主旧派との圧力をますます深めるという循環に陥っていった。この間に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故に対する対応をめぐってソ連指導層に混乱が生じた。事故を隠蔽すべきと考えていた主旧派は現場の人間の自己保身に同調する形で改革派のゴルバチョフに対して事故の規模を過小報告した。 だが、スウェーデンのフォルスマルク原子力発電所で、RBMK 由来の放射性各種が発見されたニュースがゴルバチョフに知られるに至り、隠し通せなくなった。だが、必ずしもソ連の栄誉すべてを金ぐり捨てるつもりでは、なかったゴルバチョフは、調査に当たったワレリー・レガソフラと協議の末、事故の事実は認めるが、RBMK の設計上の問題は認めないという。 主旧派にも改革派にも不満の残る対応を取った。レガソフは2年後にこれらの事実を踏まえた告発文を発表、また解雇録を肉声テープで残した上自殺している。こうした中でボリス・エリツインが台頭してくる。しかし、エリツインはゴルバチョフが主旧派と妥協していることを批判したため、1987年にモスクワ市等位第一初期を解任され、 さらに1988年2月には政治局員候補から外される。主級派と改革派の対立の土台は1988年のゴルバチョフによる過去の政治批判により出来上がっていた。1988年10月にはアンドレー・グロムイコ幹部会議長が辞任し、ゴルバチョフが兼任する。翌1989年には改革派からはみ出した。 民主綱領派が結成され、エリツインがリーダーとなった。これに刺激されるかのように1990年2月に主旧派が政策集団、ソユーズを結成する。7月の党大会でゴルバチョフが初期長に再選されるが、エリツインがゴルバチョフの初期長続党に反発し離党。1991年1月にソ連軍がバルト三国に軍事介入し13人の死者が出た。 ソ連軍のバルト三国軍事介入に反発するソ連国民がゴルバチョフの退陣を要求するようになり国民の支持という点での政権基盤が崩れつつあった。ゴルバチョフはエリツインと四月に和睦しソ連邦の基本条約に調印した。しかしゴルバチョフ政権を支えていた三代前のブレジネフ元初期長の流れを組む主級派はこの動きに抵抗した。この頃 ソ連の国民世論は、エリツインラ急進改革派支持に傾いていった。1990年4月には、エリツインラ急進改革派が結成した、地域管大議員グループに所属するガブリー・ルポフが、モスクワ市長に、1991年6月には、アナトリー・サプチャークが、レニングラード市長に当選した、ポポフ・サプチャークは、後に、ブレジネフの流れを組む、保守派と一線を隠し、 後に、共産党を離党する。また、同年6月20日のロシア大統領選では、保守派が擁立したニコライルイシコフ前ソ連首相が、エリツィンに惨敗したことも保守派を追い詰め、クーデターを引き起こすきっかけとなった。1991年8月20日に、各種権共和国は、独立した共和国として、共通の大統領、外交、 軍事政策下に連合するという新連邦条約に署名する予定だった。主旧派新連邦条約がいくつかの小さな共和国、特にエストニア、ラトビア、リトアニアといった国々の完全独立に向けた動きを促進するだろうという恐れから同条約に反対した。彼らは新連邦条約は各種権共和国へ権力を過度に分散させすぎたものだとみなした。 1991年8月19日、ゴルバチョフ大統領と各種県共和国指導者が新憲法条約に調印する前日、国家非常事態委員会を称するグループがモスクワでの権力奪取を試みた。現ナジー・ヤナーエフ副大統領をはじめとする主級派グループによる体制維持が目的の反改革クーデターは、ウラジー・ミルクリュチコフ KGB 議長が計画し、 ゴルバチョフの別荘の暗号名を取って、アケボの作戦と呼ばれた。委員会の8人のメンバーは、ヤナーエフ副大統領、クリュチコフ KGB 議長、ボリスプーゴ内相、ドミトリー・ヤゾフ国防相、バレンチン・パブロフ首相、オレグ・バクラーノフ国防会議第1副議長、ワシリー・スタロドゥプツェフソ連農民同盟リーダー、アレクサンドル・チジャコフ国営企業、産業施設連合会会長であった。 また、同委員会の正式なメンバーではなかったが、アナトリー・ルキアノフソ連最高会議議長は、同委員会と密接な関係に、あ、防議に関与していた。前日の8月18日の午後5時頃、ワレリー・ボルジン大統領府長官ら代表団が、クリミア半島の別荘で、休暇中のゴルバチョフに面会を要求、ヤナーフ副大統領への全権以上と非常、事態宣言の受け入れ、 大統領辞任を迫ったがゴルバチョフはいずれも拒否、別荘に軟禁された。国家非常事態委員会は8月19日の午前6時半にタス通信を通じてゴルバチョフ大統領が健康上の理由で執務不能となりヤナーエフ副大統領が大統領職務を引き継ぐという声明を発表する。反対格派が全権を掌握。 モスクワ中心部に T-80 度の戦車部隊が出動しモスクワ放送は占拠された。当時、アナウンサーは背中に銃を突きつけられた状態で放送していたという。午前11時になると、エリツィンロシア共和国大統領が記者会見を行い、クーデターは、意見、国家非常事態委員会は、非合法との声明を発表する。エリツィンは、ゴルバチョフ大統領が、 国民の前に姿を見せること、臨時人民大議員大会の招集などを要求、自ら戦車の上で旗を振り、ゼネラルストライキを小がけ戦車兵を説得、市民はロシア共和国最高会議ビル、別名、ホワイトハウス周辺にバリケードを構築した。また市民は銃を持ちかえんびを装備、クーデター派ソ連軍に対し臨戦体制を整えた。クーデターには、 陸軍再生部隊と空軍は参加しなかった。このニュースは世界各国にも伝わった。リビアのカダフィ大佐、イラクのサダムフセイン大統領、セルビア、ユーゴスラビアのスロボダン・ビロシェビッチ幹部会議長、パレスチナのヤーセル・アラファート議長は国家非常事態委員会の指示を表明した。一方、アメリカ合衆国のジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は 国家非常事態委員会を否定し、エリツィンとゴルバチョフラの改革派を支持した。イギリスのジョン・メイジャー首相とフランスのフランソワ・ミッテ・ラン大統領も同じだった。しかし、日本の海部都市首相は、ソ連内の情報ルートがなかったことによりクーデターの先行きをはできなかったため、保守派が政権を奪取した場合を考慮し、クーデター発生当初は態度を明確にしなかったが、後にクーデターを非難し、 改革派への指示を表明した。午後10時を過ぎると、戦車10台がエリチンサイドに寝返った。1万人の市民がロシア最高会議ビル前に牢上した。KGB のアルファ部隊は保守派からロシア、最高会議ビル脱止命令を下されたがそれ、従わなかった。北部ロシアの炭鉱でも改革派を支持する、労働者によるストライキが発生し、エストニアでは独立宣言が出された。 レニングラードでは改革派のアナトリー・サプチャーク市長がシノントロールを奪回した。翌8月20日12時頃、ロシア政府ビル前に市民10万人が集結し、エリツィン、ロシア、エリツィン、ロシアのシュプレヒコールを挙げた。労働者ストライキが全国で発生し、市民デモも多発。一部では流血事態が発生した。 21日の午前0時になると戦車隊がロシア政府ビルへ前進、市民と衝突し、火炎瓶を装甲車に投げつけるも、装甲車に飛び乗った市民を振り落とす等で3名が死亡する。午前4時頃、軍と KGB の150戦車隊の一部がバリケードの突破で小競り合いとなる。ロシア側は発砲を許可し、戦車2台を破壊、十数名の市民が死亡した。 午前5時に国家非常事態委員会は戦車部隊の撤収を決定。交渉により軍は当面事態を生還すると確約する。午前11時頃、ロシア最高会議は国家非常事態委員会に対して夜10時までに権力の放棄を求める最終通告を行う。この通告に動揺した成果は定かではないが、国家非常事態委員会の一部メンバーが任を表明。 ヤナーエフ副大統領は飲酒の果てに泥水して、執務不能の状態にあった。午前11時40分、国家非常事態委員会の実質的リーダーである、クリチコフ KGB 議長がエリツィンに、ゴルバチョフ統領との話し合いを申し出る。ロシア最高会議は、イワン・シラーエフ首相を代表に任命、ゴルバチョフ救出のため、クリミアに派遣することを決定した。 午後1時53分、エリツィンはクーデターが未遂に終わったことを宣言した。午後2時になると、国家非常事態委員会のメンバーがソ連国内から逃亡を始め、プーゴ内相は拳銃、アフロメーエフ元参謀長は首吊り自殺、エリツィンはメンバーの拘束指令を発する。午後4時20分には、ヤゾフ国防相が全部隊のモスクワへの撤退命令を ニュース放送で行う。午後4時55分に、ロシア代表団が、クリミア半島に到着してゴルバチョフと面会。午後9時には、モスクワ放送が復活した。8月22日の午前2時55分に攻撃を避けるための人質として、クリチコフを帯同したゴルバチョフが登場した、アエルフロートの特別機が、モスクワのブヌコボ空港に到着した。 クーデターの関係者は逮捕されたが、その首謀者たちはゴルバチョフの側近だったため、皮肉にもゴルバチョフ自身を含むソ連共産党の信頼は失墜していた。午後0時にエリツィンはクーデターに対する勝利宣言を行う。これには市民20万人が参加したが、ゴルバチョフが姿を見せることはなかった。夕方にゴルバチョフは外務省のプレスセンターで記者会見を行う。 同日夜になると、モスクワ中心街で、共産党の活動禁止を要求するデモが行われた。翌日の8月23日、ゴルバチョフはロシア最高会議で、今後のソビート連邦と共産党に関する政権、演説を行うが、議員たちは彼の演説に耳を傾けることはなかった。エリツインは、ソ連共産党系のロシア共産党の活動停止を命じる。 大統領令に署名を行う。翌8月24日、ゴルバチョフはソ連共産党書記長を辞任、資産を凍結し、党中央委員会の自主解散を要求。ロシアは、エストニアとラトビアの独立を承認した。クーデターからおよそ10日後の8月28日、ソ連最高会議の臨時両院、連邦会議、民族会議合同会議が、パブロフ首相の不信任案を可決し、 共産党の活動全面停止を決定。クーデターを支持したプラウダ党の共産党系新聞五紙が発禁処分となった。また、クーデターを支持したとしてタス通信やノーボス地通信の社長も解任された。1991年12月までにソビエト連邦構成共和国はすべて独立を宣言した。また、新連邦条約についての交渉は新たに始まった。 ソ連及びアメリカは9月にバルト3国の独立を承認した。ゴルバチョフはモスクワ帰還後数ヶ月の間、政権の安定と合法性を取り戻すための努力を行ったがそれは不発に終わった。11月に7共和国が主権共和国連邦結成条約に同意した。しかしウクライナは参加せず、エリツィンはロシアの利益を求め同意を破棄した。 ソ連共産党が存在しない状態では、連邦構成共和国を強調させることができなかった。エリツィンはロシアが他の共和国の厳しい経済に対する責任を負うことになると考えたため、ロシアの新条約への参加は考えられなかった。12月8日にエリツィン及び、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケビッチ最高会議議長、ウクライナのレオニード・クラフチュク大統領が、 ベラルーシのベロベーシの森の旧、フルシチョフ別荘で三浦に会合を持った。ここで彼らは、三国がソ連邦を設立した1922年の連合条約からの離脱と独立国家共同体を創設に合意したベロベーシ合意。中央アジア、アルメニア及びアゼルバイジャンの五共和国を含め独立国家、共同体を拡張するための署名式は、 12月21日にアルマータで取り行われた。グルジアはゴルバチョフの親友であったエドワルド・シェワルナゼがグルジア大統領となる1993年、ただし1992年に国家評議会議長に就任しており、正式に大統領となったのは1995年までこれに参加しなかった。ソビト連邦は1991年12月25日に 消滅した。ゴルバチョフが1985年12月25日にエリツィンをモスクワ首都委員会第一初期に任命してからちょうど6年後のことだった。この8月クーデターが失敗に終わった原因として当時はまだ普及していなかったインターネットがもたらしたと AFP は分析している。放送局も新聞社も保守派によって占拠され、 情報統制されている中、エリツィン率いる改革派は打つ手なしだった。しかし1990年に当時ソ連の専門家が開発していた電子メールシステムレルコムから電子ファイルを電話回線を用いてフィンランドに送信する際、何らかの原因でユスネットに漏洩していたという経緯があった。そこでまず誰かがエリツィンの声明をファックスで受け取り、 このネットワークを介して、西側諸国に流した。西側のテレビが情報源を明らかにしたにもかかわらず、KGB は全く動かなかったという。クーデターの数週間前には KGB が、レルコム制作チームのオフィスに乗り込んだものの、モデムなどの役割がわからず、機材の押収やメンバーの逮捕なども行わずに、立ち去っていた。クーデターから数ヶ月後に、 エルコム制作チームの一人からことの次第を知ったエリツインが新聞もラジオもテレビも機能していなかった。それでも国民は自分の声明を知っていた。君たちのおかげだったのか。と驚き感謝している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。